見上げてごらん夜の星をです。この曲は1960年に初演されたミュージカル見上げてごらん夜の星をの劇中主題歌です。1963年に歌手の坂本九がカバーし、第5回日本レコード大賞作曲賞を受賞。時代を超えて愛された曲をクラリネットとバスクラリネットの演奏でお送りします。をお送りしました。最後にお送りする曲はドヴォルザークより弦楽四重奏曲第12番ヘ長調アメリカ第一楽章です。チェコの作曲家ドヴォルザークというと新世界よりを思い浮かべる方も多いと思います。この交響曲第9番新世界よりの次に作曲されたのが本日演奏するアメリカです。本来なら弦楽とあるようにバイオリン2本、ビオラ、チェロの4重奏ですが、今回はクラリネット3本、バスクラリネットの四重奏でお楽しみください。
のある方はぜひお立ち寄りください。また音楽隊の YouTube チャンネルや各種 SNS アカウントでも広報動画や今後のイベント情報をアップしておりますので、ポッカレモン消防音楽隊で検索をお願いします。またこの後こちらのステージでは救急救命士さんによる応急手当の講習があります。大切な人に何かがあった時、自分がその大切な人を助けれることになるかもしれません、お時間のある方はそちらもぜひお立ち寄りください。これにてアンサンブルステージを終了させていただきます。最後までお聞きくださりありがとうございました。